さあ、こんにちは、マーティンダーの宮空母、ひげたけです。いえー、省内入部、境境境省内入部400年、松ヶ丘の現在をお話しします。松ヶ丘は確かにいい場所ではございます。はい。2020年のです、オープンした列はこれ、ワイン工場、ピノコリーナガーデンワインナリー、松ヶ丘というところですね。はい。確かに、えー、松ヶ丘開墾場の 近隣にオープンしたそうです。松川家で育てたブドウでワインを作り、地元の食と合わせて提供したそうです。いかに松岡でワインを、ブドウを作りたい、と思い、まあ、早坂剛さんが社長の思いを描いたそうです。イタリアピエモンステ州、世界遺産を訪ねたことがあったそうで、それが要因ですね。はい。確かに松川家も色々変わりましたね。はい。まあ、キビソの企画、販売をする静岡市が四4月、 本社の場所を大宝寺から松川家の4番回顧に移すそうです。確かに場所を移すんですね。はい。移転。のは確かにいろいろ。ですね。はい。私服未来館として生まれ変わるんです。ぜひ松川区も行ってみたいですね。はい。久しぶりに。以上です。バイバイ。